ルカの君書19章それからイエスはエリコクに入って町をお通りになったそこにはザヤカイという人がいたが彼は自然人の頭で金持ちであった彼はイエスがどんな方か,か見ようとしたが背が低かったので軍師のために見ることはできなかったそれでイエスを見るために前方に走り出て一軸じ上の木に登った ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておらられたからであるイエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て、みんなは、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。 ところがザーカイは立って主に言った主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは。 続けて一つの例えを話されたそれはイエスがエルサイムに近づいておられそのため人々は神の国がす,でに、えー、す,すぐにでも現れるように思っていたからであるそれでイエスはこう言われたある身分の高い人が遠い国に行った王,王位を受け,る受,ける受けて帰るためであった えー、彼は自分の十人の下部を呼んで十民名を与え彼に言った私が帰るまでこれで商売しなさいしかしこの国民その国民,国民たちは彼を憎んでいたので、えー、後から使いをやりこの人に私の王に,は、えー、王にはなってもらいたくありませんもらいたくありませんと言ったそこで彼が王位を受けて帰ってきた時彼を与えておいた下部たちを がどんな商売をしたかを知ろうと思い、えー、彼らを呼び出すように言いつけたさて最初のものが現れていった主ご主人様あなたの一ミナで10ミナを設けました、えー、主人は彼に言ったよくあった良いしもべだあなたはほんの小さなことにも忠実だったから10、えー、の町を支配するものになりなさい2番目もの者が来ていったご主人様あなたの一ミナで5ミナを設けました主人はこの この者のに行ったあなたも5つの町を治めなさいもう一人が来て言ったご主人様さあここにあなたの一味名がございます私は風呂敷に包んでしまっておきましたあなたは計算の細かいえ厳しい方ですから恐ろしいございましたあなたはお,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 お預けにならなかったものを取り立てて、えー、おまけにならなかったものを借り取る方ですから 主人はそのしぼみに行った悪いしもめだ私は、えー、あなたの言葉によってあなたを裁くあなたは私がか預けなかったものを取り立てまかなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていたというのかだったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのかそうすれば私が帰ってきた時にそれを利息と,とも利息と一緒に受け取れ,る受け取れたはずだそしてそばに立っていた者たちに言った その1人皆を彼が取り上げて、えー、12人皆持っている人にやりなさい。すると彼はご主人様、その人は10人皆も持っていますと言った。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持ってるいるものまでも取り上げられるのです。ただ、私が王に何の望,望まなかったこの敵どもは、皆ここに連れてきて、私の目の前で殺してしまえ。 これらのことを話して後イエスはさらに進んでエルサミへと登って行かれたオリーブという山のふも,もとのベテパゲとベタニアに近づかれたときイエスは2人の弟子を使いに出して言われた向こうの村へ行きなさいそこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょうそれをほどいて連れてきなさいもしなぜほどくのかと尋ねる人があったらこう言いなさい 主がおいるようなのです使いに出された2人が行ってみるとイエスが反乱されたとおりであった彼らがロバの子をほどいているとその持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った弟子たちは主がおいるようなのですと言ったそして2人はそれをイエスのもとに連れてきたそしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷、えー、いてイエスをお乗せしたイエ,スがイエスが進んでいかれると人々は自分、えー 人々は道に自分たちの上着を敷いて、イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆、自分たちの見たすべての力ある技のことで、喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福はあれ、主の皆によって来られる王に、天によ平は栄光は糸高きところに、するとパルサイ人のうちのある者たちが、 群衆の中からイエスに向かって先生お弟子たちを叱ってくださいと言ったイエスは答えて言われた私はあなた方に言いますもしこの人たちが黙れば石が叫びますエルサイムに近くなった頃都を見られたイエスはその都のために泣いて言われたお前ももしこの日のうち平和のことを知っていたのならしかし今はその ことがお前の目から隠されているやがてお前の敵が、えー、お前に対して累を築き周りを取り巻き塩からよい、えー、攻め寄せそしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけお前の中,中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくるそれはお前が、えー、神の訪れの時を知らなかったからだ。 宮に入られたイエスは商売,商売人たちを追い,出し追い出し始めこう言われた「私の家は祈りの家でなければならない」と書いてあるそれなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたイエスは毎日宮で教えておられた最主張立法学者民の主だった者たちはイエスを殺そうと,と狙っていたがどうしてよいか分からなかった群衆が皆熱心にイエスの話に耳を傾けていたからである